僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに。古い古いの古いの、よく歌うんだけど古いの、ポルノグラフィティ古い、マジ。今の曲何？え、ポルノグラフィティわかんない、ポルノグラフィティわからない。19年前、あ、マジそんな前。ポルノグラフィティわかんない、なんだと。ヘルーが強い、ヘルーが強そう。え、2001年、18年前、マジか。高校1年じゃ分かんない感じ。18年前だってよ。メリッサなら分かる。メリッサ、なんだっけ。え、ぼ、え、え、あー、幻想とじゃれあって、時に傷つくのもあなたは無駄だと笑いますか。元よりこの世こそが、それは無限だよね。俺もそれ思った、今ぐらって。俺もなんか違うなとは思ってた。なんか薄々。君の手で切り裂いて、遠い日の記憶を。が、メリッサ。お羽馬のようにランボーだけど、なの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 。羽馬ライダーも覚えてない。羽馬ライダーも覚えてないね。サウダージ、サウダージ。んーだーだーだー、恋するウサギちゃん。なんとかかんとか恋するウサギちゃん。違う。あ、それミュージックアウト。君が胸を壊すから夏が熱を帯びてく。そして僕は渚へと運ぶガンガン。終わったよ、終わったよ、みんな。ラジオ等イベント終わったよ。終わったよ。終わったよ、ラジオイベント。もう、やっつけてくれたのか。レオイユ、本当にありがとう。全国のポケモン救われた。やったー。銀色の羽、もらったぜ。やったぜ。イエーす。腕、渦巻島に行けるね。行く？渦巻島。お、なんだ。そうそう。なんだ。丹波の知り合いに言うに、銀色の羽で渦巻島に、ああ、うん、行くっつってんだから。おう。忘れてしまった。行けないまで。なんでもない。こういうことフェイントって言うんだね。フェイントくれんの？やった。あ、じゃあ違うの。ウィーン。あ、ちょっとなんか誰かどこ行ってる。誰か。誰だ。ポリゴンだ。ポリゴン回復してあげないと。いや、大丈夫だ。もう、ポケモンセンター行くだけだ。間に合う。これだけじゃいけないっけ？滝登りとかいるんだっけ？そうか、滝登りとかまだいるんだ。滝登りと、フラッシュと、渦潮と、とある場所に行く。おにゃー。あぶらぶら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 すごいな、粘り強いな。やばい、もう画面がガビガビすぎる。画面がガビガビすぎた。間に合ったぜ。
間に合ったぜ。よし、もうちょっとだけ行けますかね。もうちょっとだけ行きますか。フスベシティぐらいまで行く。ジムはちょっと行けないかもしれないけど、フスベぐらいまでは行くか。空を飛ぶ。とりあえず、ちょっとボールをまず回収していく。もうそろそろスームの出番だろ。そろそろ。そろそろだろ。普通に強いだけじゃん。そういうところをある程度意識してやる。おばあちゃんの店、やった。よーし、行くぜ、44番。今日はもうあれですね。完全に DT のあれスペシャル。風のルギア。あ、海竜に空を飛ぶか。あ、そうか、海竜まで行ったら空飛ぶ覚えるから。枠1個開くのか。そうか。トゥントゥン。いや、ここまで来たよ。だいぶ来たね。だいぶなんかスローペースだけど頑張ってきましたね。そうか、枠開くから、そこに誰か入れることはできる。いつになるのやら。でもそれなりに近そうじゃない？言うて。言うてそんな遠くはないと思うよ。滝登りは縫おう。上等でレベル55ってきつい。いや、まあ一応さ、関東もやるはやるから、一応。一応ね。マンムー入れたい。あ、マンムー入れたい。あ、マンムー入れたい。マンムーってどこで進化できるの？あ、じゃ、あれ、あいつか、あれ、原始の力覚えて進化か。あ、マンムーいいじゃん。マンムー。なんか第4世代で最終進化もらったやつがいい。あ！皆さん、大変ながらお待たせしました。全国1億3000万人のスーモファンの皆さん、レベル上げの時間ですよ。めっちゃこっち見てアピってるもんな、スーモが。そう、ブーバーンとか、あ、ジバコマンムーブーバーンエレキブル 海竜マンムーバンギ 海竜マン。ロズレはなんかゲットできなさそうだな。ポリオツ。あ、ポリオツ強くない？あ、グライ。グライ？キッス。キッスは諦めた。キッスは諦めた。ドンカラス、ヨノワ。ジバコは HGSS だと無理。エテポ？あ、EV フレンズは？あ、ドサヤ！あ。いたじゃん。モッティにふさわしいポケモンが。いたじゃん。いたじゃん。あ、辻ちゃんだ。いましたよ。モッティにふさわしいポケモンいましたよ。もちろん飛来神だよな。あ、通信進化できない。あー、残念だったわー。あー、それはドンマイだわー。あー、できないわー。あー、それは無理だわー。ダイパと通信できる。それいいよ。ダイパと、マンムーの原始の力って無理なの？あれ、レベル技じゃないの？なに？ HGSS の時代はまだレベルで覚えない？原始の力、マンムー。イノムーか。イノムー覚えない？バイト終わり、バコツどうもー。あ、ハートのうろこあればいける？レベル1発か。だってよ。よかったよかった。思い出しがあればいける。すり鉢山にいる。すり鉢山？すり鉢山？あ、しろ、すり鉢山か。白金じゃなくてか。あー。じゃあ、サイホーン、サイドンはどこだ？サイホーン、サイドンどこだ？もうお役御免だわ。今、ちょうど、あそこ、フスベ目指してます。もう、氷のぬくめ地の手前。サファリチャンピオンロード。あー、現実味あるな、割と。サイドンあるな。
サイドンありだな。ありだ、ありだな。チャンピオンロードでサイドンゲットするありだな。サファリは昼また朝昼なの。どんだけ朝昼にしか出ねえの俺の欲しいポケモン。なるほどね。まあ夜型に厳しいっていうか生放送できるのがこの時間帯だからね。シャーネー感はある。よし、DT のあれに戻そう。そうね、チャンピオンロードで、どうのこうのするかな、そしたら。ここ絶対なんかある。ある。もっと休みの日に動画撮っておいて。じゃあ、くれよ、休み、俺に。俺に休みをくれ。くれ。俺に休みをくれ。あー、くれ、そのサイフォンくれ。そのサイフォン俺にくれ。俺全財産あげるから。お金、今手持ちのお金全部あげるからサイフォンくれ。あー、くれ、そのサイフォン。くれ、俺に。君のポケモンいいなぜやろ。俺のスーモと交換しようぜ、サイフォン。サイフォン、めんどくせえもん。タイミングいらスーモと交換しようよ。いや交換するからロケット団ではない。ちゃんとバイバイが成立すればいい。バイバイじゃねえわ、交換が成立すればいい。なんでスーモなんだって。スーモだってまたスーモだもんだって。なん俺は何回ずっとさメガニウムと一緒にさ旅をすればいいんだよ。もうさ、昔のニコ生の金銀もそう、バーチャルコンソールもそう、HHSS もそう、ぜーんぶさ、もうメガニウムとしかさ、俺は旅をできねえんだよ、この金銀。いつになったらさ、できるんだよ、マジで。他のポケモンもやりてえよ。あ、VC ワニだった?あ、言われてみればそうだったわ。そうです。ごめんなさい。捏造しました。捏造しました。すいませんでした。うざい。赤リングザ。赤リングザ。うざい。スーモファンに申し訳ないとは思わないんですか?え、あ、ジタバタ強い。それ強い。弱い。それアンケート取ったらハードモード。ハードモードだけどね。いいんだけどね、別にね。生放送でやってるからね。うん、VC がワニがの子じゃなかったら見るように余裕で言ってた。そんな甘い世界なのか、ポケモンって。よいしょ。あ、釣り。なんか、ここの大量発生おじさんはなんだ?マリルか。何を教えてくれるんだ?サニーゴあたりか。サニーゴとかもいいよな。あ、オッケー。よーし、じゃあ、最後氷の抜け道行って、あ、鉄砲だ。そうだ。よう覚えてますね、皆さん。よし、で、氷の抜け道抜けて、フスベシティ着いて、ちょうど終わりかな。で、これが多分、あれですね、バーチャル、超会議前ラストって感じじゃないですか。いやー、もういよいよ近づいてまいりましたからね、超会議もね。残すところ、あと何日ですか。もう明日、あれですよ。日付変わって25日になったら残りあと3日ですよ。やばい、あと3日だってよ、みんな。もうそんな時期まで来ちゃったって。次回はいつ?次回は超会議明け。わかんない。わからない。はい、あっという間だよ。発表からあっという間だからな。今週生配信これだけ。んーとねー、でも割とリアルにそうなりそうだな。あのね、金曜日はね、僕ちょっと実は、
前入りしようと思ってまして、今回。初めて言うんですけど、今ここで。ホテル予約取ってありまして、あれなんですよ。言ったっけ、前にも。前言った？じゃあ、そう、金曜日の夜、すげえいいホテルがめっちゃ安く、予約できたから、せっかくだから、そこ泊まろうと思って。泊まろうと思ってさ、だから前入りなんで、そう。で、土曜日の夜は帰ってくるんだけど、一回帰ってきて、多分日曜日がそんなに早く入らなくて、大丈夫そうだから、ゆっくり行こうと思ってんだけど。なんで、まあだからそういう意味で金曜日は、でも金曜日の夜に外配信するかもしんないわ。やるかもしんない。そういうのは、そういうパターンもあるかもしんない。そのパターン。そのパターンもありそう。なんか、ホテルで、あ！ウリムかわいい。ウリムレベルいくつだ？レベル25ぐらい欲しいんだけど。外配信か、普通にホテルで、ボソボソ配信。みんな明日超会議だね。超会議みんな来てねっていう配信をやるかもしれない。ウェーイ、一撃ー！間違えた。間違えた。間違えた。よし、オッケー。なんかおっさんがこっち見てるんだけど。どこのホテル？いや、言わないよ。言わないけども。おっさん。秘伝マシン。僕、なるほどね。滝登りがそこにあるから絶対に取れよって教えてくれるおじさんね。マジか。今来た、こんばんは。滝登り縫おうに覚えさせる？今。ありだね。もうやっちゃおうか。波乗りじゃなくて。ちなみにさ、今縫おうってさ。いや、まあ、体勢だよね。どうなの？能力的には。A の方がなるほど。ちょ、待って、消せる？これ。いや、これ、ここだよな。いや、ここしかないよな。いや、どうする？いや、あくび消すか。いや、あくびいらないよ。いらないよね。いらなくない？いらないよね。結局使わなかったもんね。ね。だよね。ふすべまで待つ。そう、使ってないから、結局。大丈夫だよ。いや、もうここまで来たら大丈夫。お金でどうにかなるから。大丈夫。大丈夫。最悪、もう、傷薬ぶっ放して、勝てばいいから。ストーリーであくびは甘え。あれ？怪力は？あ、かわいい。あれ？ちょっと待って、怪力？ あれ？あれ？俺、怪力の技マシンってゲットしたっけ？あれ？仮にもらった？あるわ。覚えさせてないよね。確かに、スーモって技スペ少ないから、ね。いや、アイデンティティをさ、やっぱ持たせてあげないと、ねえ。だって毒の粉とかまだもう打たないもんね、持っててもね。マジカルリーフも打たない。もうどっちも打たねえわ。マジカル。怪力多いんだわー。いやー、ギリ怪。いやー、これで怪、よかったー。スーモに役割が持たせられた。よかったわー。やっぱ落ち、ちょ、待って、操作ミス。ここでまさかの操作ミス。ちょ、ミスった。ちょ、待って。ちょ、戻れない、戻れ。ちょ、戻れ。残留決定。で、ちょ、待って、一回戻って、フラッシュもスーモ。いけ、スーモ！
怪力だ。スーマは物件探しだけじゃなくて他にもできることを理解してだったな。半あでこれでいいのか、一周回せばいいのか。でこうこう、え、あこうしてこうしてこうこうして、あ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。いや、マジ今失敗したかと思った。あぶねえ、あぶねえ。そんなさ、初心者みたいなことするわけないじゃんね、俺がね。あぶねえ。スプレー使うか、だりーな。あれなんだよ、でも。あいつ捕まえたいんだよな。なんで止まったの。完全に思考が停止してた。こうして、なんかさ、怪力やるときってさ、黙っちゃうよね。怪力やるときめっちゃ黙るくない？あ！やべえの来た！ちょ、捕まえるべ。いや、なんか変なの来た。変なの来たから、捕まえよ。おいおいおい、神。捕まえる。いや、そんなん、もう。そう。みんなもちょうどコメントした、あれでしょ？そろそろアンカ取りたかったこ、ちょ。そろそろアンカ欲しかったことでしょ？プレゼントされた。痛い。弱い。そろそろアンカしようぜ、最後に。王冠持ってそう。王冠持ってないかな。ちょ、モンボじゃ捕まんねえか、さすがに。モンボじゃ捕まんねえか。その麻痺入れるか、シャアなしの麻痺入れるか。ラブボー、そう、回復したい。回復しなくない？なんかあんまり回復力なくない？スピボでもええやで。スピボデリバードいる。 おしゃぼ勢ってこいつスピボなの？モンボじゃないの、こいつの場合は。スパボで、はい。おしゃぼがいい。いや、おしゃぼって言ってもさ、ちょ、まあ、全然捕まんないんだけど。え、デリバードってそんな捕獲率低いの？え、こいつさ、手持ちに入れんの？あ、こいつとりあえず空飛ぶ用意にしない？なんか、ゴルバットさ、結局なんかあんまなんか、可愛くなくて、ちょっとさ、全然捕まらないんだが、全然捕まらないんだけどね。捕まえてくれよ。そう、こいつ空飛ぶ用意にしたらちょっとさ、出るじゃん。金銀やってるか、上等にいるか。オッケー、デリバードをゲットだぜ。ピッピカチュー。確かにプレゼント10ぐらいしかなかった気がするわ。デリバード、運び屋ポケモン。切り立った崖の先にある素で待つひなたちのために一日中餌を運んでいる。素で待つね。ああ、はい、名前アンカー。今7080番なんで、7150、ちょっと早め。はい、どうぞ。ちょっと巻きでいこう、みんな。巻きだ、巻き。巻きでお願いします。はい、7150。はい、ルギア、はい。こいつはルギアです。今日のニックネームアンカは、ポケモンの名前しか来ない。どっからどう見てもルギアですから、異論は認めません。はい、オッケー。で、まあ、こうだよね。で、こうじゃない？こうでしょ？オッケー。ルギアレベル低くない？改造か？で、いやーん。一周回ってか。そう、ルギアだからね。ウリムかわいい。ちょっとさ、ウリムの最大レベル教えて。
確か俺25、あのさ、VC の時に25捕まえた記憶あるんだよね。もうでもいっか、デリバ捕まえたし。虫除け使うか。でも虫除けもさ、あんまないんだよな、ぶっちゃけ。あ、ゴール、ちょっと待って、ゴールドスプレーしかなかったわ。22？こんばんは。よいしょ。どうだったっけね。忘れたわ。いいっす。この辺になんかあった気がする。なんかあった気がするけど、何がどこにどうあったか覚えていない。覚えていない。ああ、それ欲しい。それ欲しい。それ欲しいのはどっから行くんだっけか。と、覚えてねー。忘れたー。いろいろ忘れたー。ちょ待って、いろいろ忘れたー。やばー、いろいろ忘れたー。もうちょっと先行っていい？ 24 が出るかどうか。もう行くか、普通に。行くわ。もうちょっと今日巻きで。巻き巻きで。巻き巻きで。B2 で24が出る。この下かな。結局、マンムーじゃなくて、ドサイにする。わかんないけど。岩砕を砕いていく。ここで岩砕きを持ってる強み。なんかポケモンが出てくる。あ、元気のかけらを出てくる。やったぜ。あそこなんかね、迷った気するよね。あ、ここ解けない氷か。で、上上がる。24が10%か。もう、飛ばしましょう。パッパパッパ行きましょう。やーん。もうなんか、巻き巻きで。こういうのがなんか実況やってるっぽいよね。やってるっぽいよね。ちゃんとこう。あ、もう取れ高的には十分だから。あとはもうそのまんまやって終わりゃいいや、みたいな。これ雪なだれ来たよ。雪なだれギャラドスって、なんか一番最初に話題になってた。ギャラドス。言えてない。え？こう、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 え？あ、そういう？え？あ、そういう、あ、そういうか。そういうことか、そういうことか。いや、なんか弱いらしいよ。雪なだれギャラドス弱いらしいよ。ブルームヘクシアン。めっちゃ弱いらしいよ。なんかよくわかんないけどめっちゃ弱いらしいよ。雪なだれやギャラドス。タウリエーン。これどっちだっけ？右だっけ？左だっけ？あ、え？なんかいるよ。え、なんかいるんだけど。ちょ、何してんの？何してんの？何してんの？あれまー、モッティハーン、こんなところでこんにちは。実は草履で氷に張り付いて動けなくなってしまったんだぜ。草履が氷にプップ。笑いこっちゃわへん。どうか助けておくれやす。うちの後ろに回り込んで背中を押していただけますかな。だる。何そのイベント。 ちょっとだるいんですけど。え、どうしたらいいんだ。こうか、こうか、こうか。はい、こ、総理。あ、いいよ。押しました。はい。トン。こんにちは。え、こんにちは。アンさん。お人落とすな。ほな、おおきに。合ってるでしょ。大体合ってるでしょ。取れないの嫌なんだけど、それ。それ取れないの嫌だから、取っていい？取れない。ちょ、お母さん取れない。ちょ、お母さん取れないんだけど。ちょ、取れない。ちょ、取れない。取れない。そんな時じゃない。まあ、そんな場合じゃない。ちょ、取れない。取れない。ね、取れない。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 もういいや、諦めた。やめた。やめた。むっず。ちょ、待って。出れない。ちょ、待って、出れない。こうか。左行って上？左行って上？上？上？神！ 神！よーし、来たー。 いやー、ふすべだ。あ、最後のトレーナーさん。氷の抜け道抜けてきたぜ。いやーっていう感じでね。まあ、大変長らくお待たせしました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は、
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ということで、5月からアイコンが新しくなりました。YouTube のヘッダーと Twitter のアイコンとニコニコの動画のアイコンが、全部変わりました。まあ、それ以外のところは要検討中ですけども、まあ、とりあえずこの辺ですからね、最近実況してるのね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。